強気の1マークの攻めに魅了される水面の大女優岸恵子選手です。よろしくお願いします。もうこれ山ほど聞かれてると思うんですけど、岸恵子っていう名前はやっぱりお父様お母様はあの大女優岸恵子さんを意識してつけられたんですか？おばあちゃんがつけられたんですか？おばあちゃんがつけられたんですか？やっぱりその岸恵子さんからも思ってますか？それを僕も。もうでも、ね、子供の頃からめっちゃ言われてるでしょ？言われました。ねえ、もう今は慣れました？もうね、最近あんまり言われなくなってきました。そうか、ちょっと時代も変わって でも今や岸恵子選手のがね、有名に。いやいやいや、マニアの間でもうボート上の人ではもう岸恵子言うて、もうだって我々の世代と上の世代の方からしたらやっぱりアイドルレーサーですよね。やめてください、45歳なんですか。何を言ってますねな、松田聖子なんて永遠のアイドルですよ。あ、見習いたいです。ぜひとも見習っていただきたいと思います。まず初日終わりまして、はい、どうですか、見事な逃げ、それともなんとか逃げ切ったって感じですか？なんとなく逃げれた感じ。なんとなく逃げれた感じ、はい、じゃあまだまだこう上積みも、微調整は必要だと思います。常滑の相性なんかどうなんですか？いいと思うんですけど、最近走る機会が少ないんで、ちょっと手探りな部分もあります。今日でも走ってみて、じゃあいきなり勝てたっていうのは気持ちいいですね。そうですね。これから、まずは準優乗るのを目指してということになるかと思いますが、はい、どれぐらいの手応えありますか？とりあえず1走目としては、合格点かな、あとどれだけ上積みできるか。岸恵子不安が展示見て買おうと思ったら、はい、どこを見たらいいですか？展示タイム、それともモンキーで回ってるのか、それがスタート、どこが一番こう。タイムはあんまり気にしてない。タイムはあんまり気にしなくていいですか？はい、遅くでも早くても。基本遅いことが多いんで。あ、基本遅いことが多いんで、はい、それは展示やからあんまり動き出しない。いや、多分ペラの叩く傾向が伸び寄りじゃないんですよ。そういうことなんですね、はい。じゃあそれはやっぱりターン周りの足を見た方がいいということですね。わかりました。じゃあコンセプトはしっかりと岸恵子のターン周りを見させていただきたいと思います、はい、それでは岸恵子ファン、一言ください。はい、45歳になりました。まだ折り返してないんで、人生がまだまだ頑張ります。応援してください。なんと今日がお誕生日ということですね。おめでとうございます。バースデーウィン自ら祝われました。岸恵子選手でした。ありがとうございます。